赤神神社は秋田県小賀市にある神社である。一般には赤神神社五社堂として知られる。五社堂五棟は国の重要文化財に指定されている。旧社格は豪社。72年とも81年とも言う赤神と称した菅の孔御門が天から降りてきたという伝説がある。一方、縁起によると860年自覚大支援人が当地に来て、 赤神山秘籍自衛全員を創建したのに始まり、1216年、比衛山の山王七社を勘定して造営されたが、うち二社が廃れたため五社道となったとする。中世を通じて、立花の死、安藤氏の数系を受け、近世に入ると、佐竹氏により領内十二社のうちに選ばれ、厚く信仰された。現在見られる五社道は1710年混流とされている。明治以降、 従来の神仏集合から神社として独立し、1998年から2002年まで大修理が行われた。ににぎの村とする文献があるが、神社の公式サイトでは赤神山大臣としている。また、円空作11面観音も祀られている。生ハゲは、当地に来訪した武帝が連れてきた鬼であったとする伝説がある。鬼の乱暴を止めるために村人が申し出た。 一晩に千段の石段を作れるならば、娘を差し出す。できなければ、山に帰ることという賭けを承諾した鬼たちが、九百九十九段まで作り終えたところで、村人の一人が鳥の鳴き真似をして、乱暴を止めさせたと言われている。たっぴミサキの黒髪と当地の赤髪が、とあだこの女神をめぐって争い、赤髪が負けたが、同情した女神は、赤髪を選んだという伝説がある。 重要文化財、秋田大百科事典、秋田伊佐尾新報編、1981年、ISBN 48億7千20万74。ありがとうございます。